ロッテは12日、藤原京太外野手が右室外骨を骨折したと発表した。11日に浦安市内の病院での診断を受けた。10日に ZOZO ゾゾマリンで行われたソフトバンク戦で右膝に自打球。7回の第3打席で空振り三振に倒れると、8回の守備から平沢に交代していた。2018年ドラフト1位で大阪桐蔭から入団。 昨季は自己最多の103試合に出場し、打率点238、3本塁打、オプス608の成績を残していた。今季は外野のレギュラー候補として期待されていたが、プロ6年目は厳しいスタートとなった。